動き方が、動き方がゴキブリじゃねえか。壁を這うゴキブリ。あー、え？またそれ、決定綺麗な、疲れるんやけど、なあ。もう、それやりたくないんやけど、しゃあないな、やるわ。よしゃい、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 よしゃい。なんか、キラ先輩がなんか、切り捕まったチンパンジーみたいになってるやん。チリちゃん、ごめん。俺、重いだろ。俺を置いてってくれ。バカ野郎、お前を置いていくわけねえだろう。やばい、いや、劇場版のジャイアンが。わあ、え、イエーイ、やべえ、ジャリちゃんのチャームポイントになりつつあるアフロが。チェリーさん強い。走り抜けろー、すまん、出る。おい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 、こういうエイムゲー始まる。タップアンドオアクリックで。よし、よし、アイス、はぁ、はぁ、おーっと、まだ来る。はい、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 オッケー、いいですね。うわー、出る、早く、うわー、人形を外せ！おっしゃー！みんな無事か？よかった。みんな無事だよ、お兄ちゃん。助かったわ、テルちゃん。サンキュー、テル。テル、コングラツレーション。よかった、みんな。ほんとよかったわ。キラ先輩。先輩が日本人形の謎を解いてくれたおかげで逃走経路に使えましたよ。ドリームリンクで道を開いていたら向こう側からは道は開けませんでした。よせよ、偶然だよ。あら、珍しい、照れてるわ。さあ、出口まで行こう。いやけどさ、さっ、なんで今ルナ出てくるの？なんでルナちゃん今出てきた？ちょっとルナちゃん、こうタイムでさ、こう、なぜか出てくるルナちゃん、ちょっと怖いよ、俺。何かあるんじゃないかって。あと、本物機生命が結局どうなったか分かってないんや。このままですんなり帰れるような気がせんのや。最初にあった扉だ。まだ開かんのかい？やっぱり開かないのか？なぜだ？盗まれた犠牲面を返せば呪いは解けるんじゃなかったのか？いや、それはさ、はずですって言うたやつじゃん。ていうかさ、本物の犠牲面、本当にジェイソンさん持っとんか？もしかして。おい、偽物を返したって本物持っていったら意味ないやろって犠牲面は思っとるぞ。だとしたら、そりゃそうじゃってなれ、俺は思うわ。もう俺たちを閉じ込めておく理由だってないはずなのに。テル、落ち着け。何か見落としていることがあるはずだ。え？え？何か落ちてるぞ。これ。え？言おったわ。なんか人に化けるって言おったよな。俺たちの目？なんでこんなものがあるんだ？そうか。寄生面は本来、誰かに成り代わる面。この入り口で俺たちの顔を見た面が、この顔に変化したんだ。でも、おかしい。なぜルナの面だけないんだ？まさか。え？え？ルナから電話？え？もしもし。
もしもし、お兄ちゃん。ルナ？お兄ちゃん、遅いよ。どうして電話かけてくれないの？どうせジェイソンさんの胸ばかり見てるんでしょ？ゲック！見てない。俺はジェイソンさんの谷間なんか見てないぞ。でも、ルナ？お前、どこにいるんだ？え、どこって、外だよ。だよね。私がここで待っていなきゃお兄ちゃん出てこられないでしょ。え、じゃあ今まで一緒にいたルナは一体誰だ。ああ、罠にはめようとひしぶけてきてたのかお前。罠にかけようとしぶけてきとったんじゃこいつ。そうか、面だけじゃなく人そのものにもなっていたんだな。ルナは親父が罠にかかるようしむけていた。初めにこの扉を開けたのもルナだった。それはこの夢の住人だから開けられたんだ。つまりあのルナは犠牲命が化けていたのか。来てるよ後ろ。なんか怖いはずの絵なんだろうけどさ、なんかシュールに見えるよな。みんなルナから離れろ。そのルナは偽物だ。 What？ なんですって。お兄ちゃーん。お、襲ってくるぞ。ああ、面を攻撃してください。はい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 チェリーちゃん、さっきおったスレッジハンマーを拾ってくるんだ。二人がかりで倒すんだ。わかったわ。よっしゃー。テル、すぐにチェリーちゃんが来る。行く。もう少し持ちこたえろ。わかりました。よっしゃ、来よう。わあ。ちょ、数が多いわ。あとその仮面の方も超えてくるのね。お兄ちゃーん、めっちゃ顔崩れてるやん。ちょっとムジュラの仮面やんこんな。出る。待たせたな。虫は私に任せろ。はい。よっしゃよっしゃ、集中攻撃じゃ。お面にルナに、偽ルナに。うわー、顔。もう最後ルナちゃんの元気とどめてなかったわ。これでとどめだ。うっ、どすこい。やったぞ。手ごわいやつだったわね。見事なチームプレイでしたね。男になったじゃねえかテル。まさかずっとルナの偽物と交渉していたなんて。犠牲面、恐ろしい敵だった。本当やで。今考えてみたら確かに怖そうよなんてさ、安易に言い過ぎやなってルナちゃん思っとったけど、確かにルナちゃんだったら言いそうやもん。ルナちゃんだったら言いそうやもん。本物のルナちゃんでも言いそうやもん。ルナが外にいると分かった以上、ドリームリンクをつなげることができます。これで帰れる。さあ、出よう。エピローグ。あれ？いや、結局本物の仮面は？あれ？本物の仮面は結局どうだったんだろう。確かになかったんやけど、あの時本物の仮面。あれ、ノータッチなの？あれ。え？
おかえり、お兄ちゃん。ただいま、ルナ。今回は参ったよ。偽物のルナが紛れ込んでいたんだ。え、私の偽物がいたの？ああ、最後まで一緒にいたんだ。最後まで？え、お兄ちゃん、私と偽物の違いがわからなかったの？ああ、お前が電話してくれなかった。見抜けなかったよ。そんなのすぐにわかるでしょ。いや、めっちゃ言動がそれっぽかったもん。壊しちゃおうよ、お兄ちゃんとかさ、もう突拍子もなく、えっていうような言葉を言い出すあたり、ルナちゃんだったもん。本物ルナちゃんだったもん、あんな。愛が足りないんじゃないの？え？ああ、そうだな。ははははは、肯定。で、先輩、また着替えしたの？ああ。早く病院に行きましょうね。病院のベッド足りすつもりだ、お前は。よく怪我する先輩だな。ジェイソンさん、運転お願いします。 OK。 夢見てる、ありがとうございました。おかげで目的を果たせましたよ。ん？後日。キラ先輩、もうその姿板についてきてるな。もうやられ慣れてるな。言い方は悪いけど、キラ先輩、大した気がじゃなくてよかったですね。ああ、チェリーちゃんにもお世話になっちまったし、お礼しに行かないとな。何回も言いますけど、無茶しないでくださいね。あまり同じところを怪我すると癖になりますからね。それ捻挫の話だろ。捻挫の話だろそれ。わーってるや。ほら、テール、客だぞ。シャッセー、いらっしゃっせー。あ、ジェイソンさんで。ジェイソンさん。テール、この前はありがとう。テル君のその笑顔、ジェイソンさんに会った瞬間のこの笑顔、やった、またジェイソンさんのおっぱいが見えるみたいな。いえ、あれ以来何も起きていませんが。はい、おかげさまで。ウィース、ジェイソン。キラさん、お元気そうでよかったです。それで今日はどうしたんですか。バカ出る、飲みに来たんだよ。あ、そうですよね。あはは、違いますよ。違うのかよ。まだなんかあんの。出る、あなたに謝らなければなりません。え、何ですか。え、もしかしてそのおっぱい、もしかして整形ですか。え、やめてください。天然物だと思って眺めていた僕の気持ち裏切らないでください。え、これなんだかわかりますか。え、天然物おっぱいじゃないんですか。天然物おっぱいじゃないんですか、それ。あー。出たー、本物。え、それは。そうです。あの夢の中にあった本物寄生麺です。テル、私の目的は初めからこれを手に入れることだったのです。そのためにあなたの持つ夢見の力を利用させてもらいましたよ。なんでそんなものを。伝承の通り、これは誰かになり変わる麺です。私の目的のためにどうしてもこれが必要だったのです。目的って？目的だって。一言、それだけが言いたくて来ました。ありがとう、テル。え、ジェイソンさん、いい人じゃなかったのか。あんなものを手に入れて何をするつもりなんだ。でもよ、なんでわざわざあんなことを言いに来たんだ。別に黙っていればいいことだろ。
それもそうですね。何それ、あとはどうなんかね、秘密結社の一員として出てくるんじゃないのか。あれその目を使って何をするんだ。待ってくれ、ジェイソンさん、どうしてそんなことを伝えに来たんですか。黙っていれば穴が盗んだことなんてわからなかったはずです。それにもう一つ、どうして夢の世界のことを知っていたんですか。あなたは夢の存在を誰に聞いたんですか。夢見てる、あなたは恐ろしい人です。え、あなたにかけられた色欲の呪いが私も狂わせてしまったのかもしれません。色欲の呪い、何の話だ。それはいずれわかることです。その時までせいぜい思い出を作っておいてください。何これ、何この伏線の立て方、この伏線回収をさ、第10話あたりでやるんかな。ジェイソン、何が目的なんだ。すっごい終わり方したで、おい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 。なんか本物持っとるだろうってなって思っとったもん、思っとったけどさ、まさか秘密結社の影が見えてきた感じの終わり方。ジェイソンさん何者だったんだろう。何か今後また出てくるんかな。もうその髪型がデフォルトみたいな感じになったのやないか。ジェリーちゃん、いやブロッコリーちゃん、既製麺キャラクター扱いされてるやん。なにちょっと既製麺、虫わちゃわちゃ出てきとるよ。ジェイソンさ、もう何でもありかっていう感じに、もうその力を使って世界征服企んでるような感じの人みたいな感じのドラマ。そこそこ気になるなーっていう伏線残していきおったで、残して6話終わっておいきおったで、おい。わー、やばいな、これ一月に一回一本出てきてもさ、それでもまださちょっと足らんぐらいにさ、次が早う出てきてほしいっていう気持ちになるわ。なんなんこれ、次回へ続く。ああ、何このまだまだ何か、君は本当の色欲を知らないような感じ。